ちょっと準備中、なんか暇だから、いつも。今月はね、と思ってまーす。頑張りまーす。ガガガガガ、頑張ります。今日ははつかちゃんに好評だったメイクをしていきたいと思います。ちょっとね、今日はね、可愛い子に会うのでめっちゃメイクも気合い入れていきたいと思います。浮かないようにね、私がぶっちゅう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 、これ前髪のメルピンが分質、あったで、ちょっと今日やってたエイペックス、まあ、ちょっと寝てたけど、正直ちょっと今日は前髪が割れそうなので、こうやって止めときましょう。こんな感じですね。おでこにもしっかり化粧水を塗りましょう。いつも塗らないのでね、こういうとこがダメなんですよ。すごい顔面出てる。で、今日はね、絶対顔むくんでる自信があるんだ。だから先カリウム飲もうかな、どうしようかな。でも水ないな。まつげいっぱいあるから、あえて。そう、まつげなのか、多分色素沈着。私なんかね、ここ黒いんだよね、もう一回前から、前からね、ここは黒いの、わかる？なんか最近顔が白く映ってる。ちょっと顔が最近白くなったかもしれない。いや、なってないわ、写りだわ。最近さっきやったよ、やっほー。そしてですね、ゴリゴリにね、顔を白くしていきたいと思います。これが肌落ちる。いただきます。顎の下もぬりぬりしていきます。いぷさ使った、むしろ今ね、テスト期間ね、スキンケアめんどくさすぎて、いつもパックして化粧水して乳液してナイトクリーム塗ってるんだけどさ、いぷさ1本で終わらせてたんだけどさ、次の日の仕上がりあんま変わんないからさ、びっくりした。すごいよね、いぷさ1本だけで最近やってたんだよね。めんどくさすぎて勉強大変で。エイペックス、いつか弱いやつでやってたらマッチングすると。こんな感じでね、顔面をゴリゴリに色を白くしていきましょう。とにかく白くするのがポイントです。いや、イプサいいな。でもやっぱりイプサ強いね、びっくり。いや、イプサ強いわ。イプサ強いね。肌綺麗じゃない？ちょっと待って、これさ、ゼロ加工、これゼロ加工なんだけどさ、どう？白い、あの肌白くするやつしか塗ってない。どうよ、ゼロ加工。今日顔むくんでるわね。
したらまたバール&ジョーの下地でとにかく肌をゴリゴリに白くしていきます。肌をゴリゴリに白くすることで顔面がマシに見えてほしいという願いが込められたまま、おでこにも塗り塗り線します。そしたら、まんべんなくなるようにスポンジでポンポンします。このスポンジポンポンは気持ちいいです。ババババババン。次ね、さっきまでバカ白くしたのでちょっと黒めのファンデーションを塗っていきます。エハラドです。これちょっと暗いので、なんかそのシェーディングをしない代わりに顔の周りに黒いファンデーションを持っていくことで自然な立体感を作っている風にしています。でも言うたらこの赤みが強いところには塗っちゃいます。こうね、こうね、シェーディングを塗っている風にするんですよ。こうやって暗いやつを入れることで。でもここら辺のちょっと汚いところには塗るっていう、こう大事ですよ。ちょっと広げましょう。でも男性のさ、メイクの方式とかもなんかあと10年ぐらいしたらなんか日常的なものになるんじゃないかなって結構思ってる。なんかメイク男子増えてる気がする、私の感覚だと。なんか SNS とか見てたらどうなんだろう。私の周りには学校とかは見かけないけど、あんまり。あ、でも一人いたな昔。顔全部にペタペタ寝てたけどさ、あ、あれだよ、自己流だよ。めっちゃめちゃくちゃ自己流だよ。しかもあんま何も考えてないよ。ただ暗めのファンデーションを間違えて買ってしまったっていうね、それだけの理由なんですよ本当に。メイク男子嫌い？いや全然素敵だと思います。女の子は本当にメイクで変われるので、それが男性の方にも分かってもらって、もっと自分に自信持てる人とかが増えたらいいなって思うよ。クマ隠します。やっぱり化粧でさ、自信、元の顔にはあんま自信ないけど化粧だかあるから、なんか外行けたりメイクおしゃれするの楽しいって女子は多分結構いると思うから。素敵だと思う。ほみちゃんです。久しぶり。仕事行ったら。めっちゃおでこ広いよね。めちゃめちゃおでこ広い。
あ、なんかめっちゃ腰痛い今。今日早く早めに出て整体行けばよかったな。もはや原因が何か分かんないからさ、どうすればいいか分かんないんだよね。腰に関してはもはやなんかするべき対策を取ったというか、整体行くとやっぱし、いや分かんない、微妙微妙だからさ、気持ち的には軽くなったりするけど、シンプルに体の疲れを取れるしさ、布団トゥルースリーパー買ったのに全然ダメなんだけど、正直言うと全然ね効果なしかな、トゥルースリーパー。おかしいな、前までトゥルースリーパーで寝た時めちゃくちゃ良かったのに、なんでだろう。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。ホテルのお風呂、今日早めに出て整体行こうか。準備は何時に終わるか問題だけど、あ、ノーズシャドウ見せた今日。ずれちゃった鼻筋の位置ウケる。でこう NG とこ NG ってどういうこと。 NG じゃないよ、出してるから。てこ NC ってどういうこと。てこダメだねってこと。いや、イプさんマジでいいわ。肌の化粧のりが全然違う、びっくりする。お友達には感謝だわ。おでこが NG ワードってことか。なんでだろう。マジでツヤツヤに見えるよね。嬉しい。この配信でイプさんいいよね、びっくりした。なんかイプさんのクリスマスコフレとか欲しいわ。今日前髪の調子微妙だな。日が疲れ、今日はね、カラコンがいつも違うやつだからね、微妙かもかも。どうしようかな、次メイク配信だから、あれしよう、肌加工消しとこ、わかりやすいように。肌加工ゼロでいきます。その方がわかりやすいよね。なんで鼻が綺麗に
最近見えるかって言ったらさ、このすっぴんパウダーのおかげなんだよね。これマジでいい。これびっくりした。なんかね、肌がねマシュマロみたいな。加工今消した。うん、ゼロだよ。ほら見えるでしょ、袋ここのアトピーが消えない。かわいい、ありがとう。肌の調子バカいいなって思ってるらしいもんね。新しく買ったチークさんが消えた。どこに行っちゃったの？どこ行っちゃったの？後で探そう。次チークしないけど、なんかマスクで擦れてちょうどいいぐらいになってるかなみたいな謎を考え。このねバニラっていうカラーで、全体を白くします。そう、お出かけもんじゃ食べてくる。気にならないかな、うちとか。アディクションのハッキちゃんにもらったやつを重ねていきます。ちょっと二重幅より広くやりたかったけど、二重幅になっちゃった。こんな感じかな。で、どうしようかな。暗めの色で、大幅を縁取り、ちょっと派手かなって思うけど、私は本当にすぐアイシャドウが消えるので、これくらい最初はやっといても。準備ルーティーン、確かに平気です。いつの間にかメイクがね、さよならしてるのよく。なんでなんだあれは。あれはなぜ。ね、暗めの色はね、
目尻の方にたくさん塗って。目元も大きくします。で、一番ね、このパレットで気に入ってるこのギラギラをのせる。かわいい、これマジでバカ気に入ってるぜ。マジで可愛いんだけど。舞台の時は集合中、そうだね、まず舞台の時はあんまりこういうキラキラメイクはしないから、別にあれなんだけど、ほとんど落ちてるよね私はメイクなんでなんだろう、吸着力が弱いのかな顔の何言ってんだ。右足首が痛みじゃない。肌白いね。うん、無理やり白くしてるんだよ、化粧というのの力でね。じゃあ次はアイラインをしていきましょう。太く入れすぎちゃったか。まあ、いっか。まあ、いっか。割と出来上がってきましたよ。やっぱ私メイク早いよね。なんでさ。そんなもんかな。みたいな。左のまつ毛がほとんど抜いた。右のまつ毛は結構健在だけど、左のまつ毛が結構抜いちゃったぜ。まつ毛ってさ、プロにやってもらってもさ、すぐ落ちない。一瞬でね、消えたんだけど。右健在なのに左がつけてから行こうかな。こんばんは、こ。まあいいや、仕事ある前でいいや。まつげくする。でまつげまあ保ってこう。まつげ美容液ってどこのやつか。
このまつげのやり方さ、イコラブさんの斉藤渚さんみたいじゃない？いや違う、画面は違うみたい。これはまつげの感じだけね。あのビタってくっついてる感じ。わかる？あれが可愛いよね。顔面可愛すぎて同じ人かの人間とは思えない。なんで人かの中でもあんなに差が出ちゃうんだろう。不思議だと思わない？だってさ、聞いて、猿とか犬とかさ、そんな顔変わんないじゃん。猫とかなんか顔立ちにめっちゃ差がないじゃん。なんで人かってさ全然違うんだろうね、顔。だってさ、別にさ、動物顔結構一緒だからさ、ちょっとの違いぐらいでいいはずじゃん、人間だって。でもさ、見た目も体格もさ、全部さ、違うってさ、やっぱすごいよね、人間って。すごくない？動物みんな顔一緒じゃん。人間も動物じゃん。だからみたいなのか。え、でもさ、わかんない、わかんないじゃん。なんかあったらさ、私たちにも分かるレベルじゃないとさ、人顔で動物から見ても全然顔違えなって思うと思う。なんかさ、よくさ、アイドルを批判するときにさ、言う言葉ってさ、みんな同じ顔に見えるじゃない。よく言わない？私はなわけねえだろって言って思うんだけど、同じ顔ではねえだろって言うんだって、いつも思いますね。言う人いるよね、絶対違うだろうと思うんだけど。それだったらあなたに似てる人も多分結構いるかもしれませんよと思う。落としね。大体できた。髪型どうしよう。なんかアドバイスありますか？なんか女の人もたまに言わない？みんな同じ顔に見えない？わかんない、偏見かも。同じ顔に見えるというか、同じ系統の人が多いねって言えばいいのに。ツインお団子、頭おかしいだろう。ご飯、友達とご飯行くのに。なんかいいね。待って、うちこじに対して泣きそう今。もんじゃ食べやすいようにする。なるほど、面白くない。もんじゃ食べに行こうって友達と言ってさ、
ツインお団子できたらさ、多分友達いなくなるよ私。おもろいんだけど逆に。ツインお団子はめちゃめちゃ攻めてるよね。巻き下ろしにするかポニーテールにするかで迷ってる。すごく迷ってるよ。ポンジュは食べ収録後何が足りないなと思ったら涙袋の鍵かくの忘れてた。何どうしようかな。鉄板だから結ぶか。フローラメルシーちゃん使いたいんだけどどっか行った。ちょっと探してくる。おばあちゃんなんだけどシンプルによいしょ。 なかった。ローラミルシェちゃんどっか行っちゃった。どっかに笑わずによいしょよいしょ。なんだ今日の話は、今日の話すずはみんな大好きプサちゃんって書いてくれた。プサちゃんのねパウダーをね今日めっちゃ気合い入ってるねって言われそう。よし、ラミネソイルちゃんを紙にうざいほど塗っていきます。方のそろって何を何何なんて言ったっけ今私。あ、気合い入れてるなってことか。オイルだよ。ちょっとねオイルがねあるとだけでねポニーテールにこなれ感が出るのでね、手をベトベトにして腰痛いよ。イライラするで。最近変な体勢で勉強してるから余計。どれぐらいの高さにしようかな。どれぐらいの高さにしようかな。
くらい？もう高すぎても作業かな。これくらいにしますか。うん、これくらいにしよう。少女と大人の瀬戸際ポニーテールって名前つけます。キモ。もう少女じゃねえよおめえ。はい、できた。巻いていきます。かわいい。男の人って本当にポニーテール好きだよね。あるある、そういう服のお店めっちゃわかるわ。それした？見えないんだよね、三脚で。ちょっとここはちょっと忘れよう。ここは私横側の方が可愛いって言われてるよ。横顔に定評があるから。髪の毛ください。やだ、ないの？あなたの髪の毛ありますか？どうしようかな。ウェーブにしたいなと思ったけど、くるくるにしかできない気がする。まだそんな技術がない。こんな歌あったよね、めっちゃ流行ってたよね。あ、できた。こんな感じで。ウェーブさせていきたい。すげえモテそう。それは間違いですね。ヘアロ何使ってるの？サロニア。サロニア。ずっとあなたは髪の毛ありますかって歌うのおもろいね、その子。最近の悩みなんだよね、こっちの触覚どうしよう。本当になんか今ストレートアイロンぶっ壊れてるからさ、こっちはさ、なんか本当にたまんない。ちょっとなんかうまくいくじゃん。でもまあいい感じになった。だ、熱、ちょっと当たった。
違うんだけど、もう触覚の扱い方が分かんない。誰か触覚の巻き方教えてほしい。まあ巻いてもね、どうせすぐあれしちゃうから、どんなんでもいいんだけどさ。今日はね、前髪が割れてますね、完全。まあいつもなんですけど。案外この触覚いらない説ある。いらない説あるくない？あ、これはいらない説だ。入れよう。首ヘアアイロン、あ、これはね、アトピー。なんない、昨日も薬塗ったんだけど、皮膚科行かなきゃ、そろそろね。私欲しい、本当に。ご褒美で買っちゃいたいな。でもな、後で苦しむのどうせ自分だしな。っていうね。テストもね、まだ終わってないけど、峠は越えて、昨日めちゃくちゃ頑張ったから買いたいんだけど、でもどうせ苦しむの私って。焼きそば生活が嫌だからね。今せっかく肌、あっ危な、オイルちょっとこぼれちゃった。やらかしたぜ。塗ろう。落ちたやつも再利用。今日はやっぱ顔がむくんでるぜ。
嬉しい、嬉しい。出かけるよ。どう？割と完成した。あ、まだだった。まだ巻き終わってなかった。前髪ばっかり頑張って全然巻き終わってなかった。最近めっちゃヒップホップばっかり聴いてるんだけどさ、なんかレッドアイっていう人がさいてさ、いいな、曲いいなって思ったのね。年上かなと思ったらめっちゃ年下だってびっくりした。なんであんな才能あるんだろう。まだ開いてないんだよね、すごいな、壁が薄いの。私も女性ラッパーになろうかな。絶対語彙力がないから無理だ。ラッパーになりたい。ちょっと、いや無理だよ、その冗談で言ってるよ。なってみたかった、才能あるなら。なんちゃらこちゃら、どちゃらこちゃら、どうちゃらこちゃらでどうちゃら。よしよしよし。さて、巻きはどのような感じでしょうか。あ、でもいいんじゃない、いい感じなのでは。コマアトピーあるんだよ、やばいよね。アトピーあるからポニーテールにしない方が良かったかもしれん。なんちゃら MC、 何それ。後ろ髪にさらにオイルを塗ってキープさせます。ちょっと隠そうかな、アトピーファンデーションで。何外線 MC って、ラップバトンだ。出たい出たいなんか元アイドルラッパーとかさ話題性あるよね。あ、消えた消えた。ちょっとやってみようかな、ラップ。アイドルとかラッパーから一番嫌われてそうな職業だよね。なんかさ、ラップやりたいなと思った時にどうしたらいいんだろうって考えた時にさ、広辞苑をさ読み尽くしたらいいんじゃねって思った。言葉のボキャブラリーを増やすためにさ。なんかさ、私最近配信たくさんしようと思ってるからさ、一線愛理ラップ練習の道ってやつやってみようかな。ちょっとみんなでリリック書こうぜ。面白そうじゃない。
ミネムターンはひたすら自習だよね、やっぱり。言葉って大事だなってすごい思うんだよ、聞いてて。頭の回転早いらしいから、私ファンの方によるといけるんじゃない。ちょっと待って、マツエクつける。あ、ダメだ、マツエクつけないんだった。こっちにしよう。じまつげ保っていく、仕事がないときは。でもなんか感情とかバッて出るからさ、それが言いたいことをさすぐ言葉にできるようになればいけそう。私どっちかというとラップよりシティポップの方が好きなので、もともとあらかじめリリック書いといて曲にするみたいな方のヒップホップの人たちの方が好きなんだよね。の声ラップするやってみたい。どうしたらいいの。結構私のファンの人さ、ラップ好きな人多くない。パンピーって何？ラップさん？まだ詳しくないんだよね、私。今ね、ハマり始めたところだから。フリースタイル。中学くらいまで。中学くらいだ。なるほど。みんなでラップ練習しようよ。全員で。全員でやろうよ。木本沙耶香さん、え、かっこいい。ラッパーさんと結婚したんだ、かっこいい。似合うね。そう、コメント欄でリリックで埋めよう。どういうのがラップわかんない。でも私は最近、最初はちょっとシティポップっぽいの聞いてたんですよ。ブルームベースさんとか、寿司ボーイズさんとか、シリケンポップさんとか、変態紳士クラブさんとか、そっち系聞いてたんですよ。結構曲に近いやつ、曲に近いやつ聞いてたんですよ。今日最近レッドアイズさんとか、あのドゥドゥみたいな、 DODO さんみたいな、 DO さんかな、D.O. さんとか聞くようになって、曲っていうよりやっぱずっと言葉を言ってる感じの、まあ、曲だけど、なんて言ったらいいんだ、なんか違うじゃん、あれあれの差は何なの。なんかシティポップ、なんて言うんだろう、めっちゃ音楽だなって感じの、普通の歌っぽいなって感じのラップとさ、めっちゃずっと言葉をずっと言うタイプのさ、ラップあるじゃん、ヒップホップか、その差は何なんだ。最初は結構ね、
入りはやっぱり曲っぽい方が聞きやすかったかな。音楽に乗ってるやつの方が普通の曲っぽい感じの。でも聴いていくうちに割とあの言葉をずっと言ってるヒップホップも結構いいなって思い始めるようになって、パンピーさん聞いてみるね。ありがとう教えてくれて。メロディーがある方が私好きね。だよね、もしいいよね。今何時？そろそろ行ってこようかな。6時半。まさなりさんって人聞いたことある。マジか。じゃあもう行きます。バイバイ。完成。お前だキュンデスさん可愛い、ありがとう。クイハイスウチョゴジュンチョゴさん可愛い、ありがとう。クイボンさんクリスマスの靴下ありがとう。お前だキュンデスさん、バラの花束ありがとう。カメイコンさんだるまありがとう。キノジーさん可愛い、ありがとう。カメイコンさんバラちゃんありがとう。海さんハートありがとう。イーヤンさん、リーさんありがとう。ハイシュウチョウジュチョゴさん、靴下ありがとう。お前だキュンデスさん、かっこいいありがとう。キリトボさん、かわいいありがとう。クリポンさん、リースと靴下とかわいいありがとう。オカベーコンさん、タルマとアイスありがとう。BPM188 さん、HP ちょっとなくなっちゃった人ありがとう。ランキング見ます。13位、マツちゃんありがとう。12位、ハネウマさんありがとう。11位、トシ君ありがとう。10位、トリオエジさんありがとう。9位、マモルさんありがとう。8位、サンパチさんありがとう。7位、スピーナさんありがとう。6位、タルマさんありがとう。5位、林おちょこちょこさんありがとう。4位、ジョークスノーさんありがとう。3位、ヌドギュー、リンさんありがとうございます。2位、キシケンアトシンペ、ラジオ面白かった、また出てくれ、出たい私もありがとう。1位、お前だキュンデスさんありがとう。今日のメイクはこんな感じに仕上がりました。髪型倒すとこんな感じです。どうでしょうか。行ってきます。食べてきます。